ンポン。新年明けましておめでとうございます。昨年私が大活躍する動画を見てくださった皆様、本当にありがとうございます。違うチャンネルの話かな？皆様の声援のおかげで、私は今日という日を迎えることができました。いただきました恋に応えるべく、新しい年も粉骨粉々で頑張ります。骨粉々。今年のテーマは、レボリューション。そんな芸人おったな。まあ、本当に昨年はいろいろ変化のあった年だったのは間違いないな。ええ、もともとゲーム実況してたのに編集めんどくさくなったから、試しに短めの動画上げてみたら意外に反応良くてそのまま路線変更したのが良かったですね。やめろ、またたれ。今年は新しいことにも挑戦してみたいですよね。うん、まあせやな。福笑い専門チャンネルとかどうです？ニッチオブニッチ。なんで福笑いなんや。いやだって自分でできるし。自前かよ。てか体までバラバラになってるじゃねえか。普通は顔だけやろ。オッケー、こんな感じですかね。歪み矯正するタイプの福笑いやめろ。うーん、仕方ないですね。じゃあちょっとお気に入って、食用高めチャンネルでも。せめっけがとどまることを知らねえな、お前は。タガメとか絶対嫌や。じゃあバッタ。じゃあじゃねえよ、しばくぞ。食べないから、食用じゃないから。何ちょっと妥協してあげたみたいな言い方してんな、お前は。食用云々関係なく嫌や。じゃあどうするんですか。別にすぐ決めなくてもええやろ。そのうち AI 思いつくかもしれんし、今は視聴者さんが楽しんでくれる動画をいつも通り作っていくだけや。オッケー、しばくぞ。なんでや。2019年応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。そして2020年もよろしくお願いします。バイバイ。面白かったらチャンネル登録してな。